立ち向かうラドン、すげえ。ごますり、他人に気に入られるように振る舞って自分の利益を得ようとすること。皆さん、ごますってますか？僕にはごまをする相手すらいません。現代社会にはもはや欠かせない存在となったごますり。そんなごますり界に超新星が現れました。そいつがこいつだ。ゴジラキングオブモンスターズからラドン。はい、というわけで今回は海外のフィギュアメーカーネカからラドンをご紹介したいと思います。来たぜ。ゴマスリックソバードとはこいつのことだ。はいはい、これでゴジラキングオブモンスターズのネカが揃ったんですけど、箱のサイズはね、高さではラドンが一番あります。真ん中がラドン、まあ微妙ですけどね。こんな感じで一番高くなってます。定価はゴジラやモスラと同じく5400円なんですけど、今回は通販のショップで4000円ほどで購入しました。ではね、最新のラドン開封しましょう。クパー、おー、かっこいいな。ネカのこの箱のデザイン結構好きなんだよね。左にね、フィギュアの写真があって。よし、開けるぞ。はい、ラドン2019。はい、こちらのラドンはゴジラキングオブモンスターズに出てきたラドンで、火山のマグマの底から生まれて、体の中にマグマを内包していて、触れたものを燃え尽くします。歴代のラドンの中でもかなり激しい動きをしてめちゃくちゃかっこいいんですけど、状況によって服従する相手をコロッと変えてしまうその姿を見て、皆はこう言った。ゴマスリックソバードと。素材は前回のネカのゴジラとモスラと同じような PVC 素材だと思われます。まあ結構軽いですね。高さはこの状態だと約20センチほど、幅は32センチほどになります。ネカのゴジラと比較するとこんな感じ。比率的にはいい感じなんかな。まあこの2体はね、映画ではバチバチ戦うことはなかったような気がする。なかったよね。まあバチバチやり合ったのはこちらのモスラ。台座が凝っていていいです。うん、大体高さは同じぐらいかな。横幅も大体同じぐらいなんですけど、かなり長いね。3体並べるとこんな感じ。いやー素晴らしい。最新の東方三大怪獣集結。感動するね、本当に。やばいやばい。まあ、動画の後半の方でね、この2体はじっくり並べたいと思います。そして、偽りの王もね、召喚したいと思いますが、まずはこのネカのラドン、じっくり見ていきましょう。まずこのラドン、体長が 46.9 メートルと、液体のラドンの中でも一番ちっちゃいんですよね。そのせいか、顔がかなり、コンパクトで小さい。ゴジラと比べてもその小ささがわかりますよね。小さいですが細かく非常に作り込まれています。顔とくちばしの色が同じで、なんか境目がないような感じがします。前から見るとかなり細いです。うん、前見えてるのかなっていうレベル。はい、こんな感じですね。ただね、本当に先ほども言った通り小さいんですが、白目の中に黒目がしっかり入れられてますね。ここまで細かいのに。こちらも同様に目のズレとかはありません。角は2本と初代ラドンと同じ。下の色はちょっと黒みが強いですね。そして少し光沢があります。健康が悪そうだ。そして非常に細かいですが牙もあります。色は体表と同じですね。そしてこの口の可動はしないんですが、こんな感じでくちばしを閉じたパーツと付け替えることが可能です。これね、開けた方がいいと思ってたんだけど、こっちも意外といいね。ポージングによってはこちらの顔の方がいい場合もあると思います。バーンって突き進んでるようなポーズとかね。色はこれなんて言ったらいいんだろうね。灰色と黒の間というか、まさに溶岩色っていう感じですね。この辺の赤みとかも溶岩っぽいですね。まさに溶岩の色。首は赤みが少し強いですね。こうやって見ると、シンゴジラの体表と少し似てるかな。このケロイド状というか、皮膚がむき出しになっているような溶岩ボディ。そんな感じがします。顔の可動は上下にこんな感じで多少動かすことができて、こんな感じで回すことができます。首も多少上下に動かすことができて、こんな感じで回すことができます。最古と最新、初代ラドンと比較。角の数は一緒だけど、やっぱりちょっと違うね。今回のラドンの方がよりリアルな鳥に近いっていう感じがしますね。まあ前から見た時に大きな違いがあるかな。全然違います。ファイヤーラドンと比較、形がなんとなく似てますよね。ただくちばしが短くてよりシャープです。前から見ても形の基本が同じような感じがします。そして首からのボディなんですけど、こう首の位置がね、微妙に向かって右にずれてるんですよね。これはフィギュアの仕様なのか、ラドン自体がそうなのかな。表面がね、いびつにボコボコしていて、本当に溶岩のような鋼のようなボディっていう感じかな。結構リアルですね。ちなみにボディの可動はありません。横から見ると従来のラドンのような胸が発達しているシルエットになってますね。素晴らしい。ボディ、お腹からの足。足は従来のラドンと同じような感じするね。どっちかっていうとファイヤーラドンに似てるかな。ちょっと弱々しい感じ。と言いつつも映画ではこれ大活躍しましたけどね。ここに4本あって、そしてかかとに1本の爪があります。非常に鳥らしい足ですね。
かっこいいです。可動はこんな感じで1回転させることができます。そして多少こんな感じで開閉させることもできます。なのでこんな感じでね、ひねってまっすぐ伸ばすと、いわゆるこういう飛行形態を取ることもできるし、またこんな感じでひねって前にやって、顔もねこんな感じで前に向けてやると、こうキングギドラやモスラに正面から対峙した時のようなポーズも取ることができます。うん、これかっこいいね。これで飾りたいんだけど、なかなか難しいかな。あ、でもちょうどこの台座の突起を左右の足に引っ掛ければ、引っ掛けるというか乗せる感じね。そうするとこんな感じで正面を向けることができるね。あ、これはかっこいいぞ。まあ、こんな感じでモスラと対峙させると。あー、偽りのを召喚させたいな。あー、いいですね。あ、いい、非常にこう様になるな。あー、映画見て。そして翼、先ほどこのラドンは歴代のラドンの中で体長は一番短いって言いましたけど、翼は歴代最長なんですよ。こう比べても一目瞭然ですよね。体に対しての羽の比率がかなりあります。ファイアラドンと比べるとね、もう全く違いますね。いやー、でかいな。そして羽はね、この辺がオレンジ色のような彩色になっていて、マグマ感が非常に強くなっております。燃え盛る炎というよりかは、本当に内からにじみ出るマグマっていう感じ。鱗みたいな岩石のような表面になってますね。うん、この辺はちょっと燃えてる感じがするね。この辺の表面すっごいかっこいいの。ここにね、黄色い斑点がね、いくつかあります。そしてしっかり左右非対称に作られております。この辺は素晴らしいですね。うん、表面が微妙に違います。あー、なんか干ばつって感じだね。ひび割れた。この辺のね、グラデーション結構秀逸だと思うんだよね。うん、ここに手の先があるんだけど、腕が非常に長く見えるね。長くいびつな3本の爪。左右で形は違います。裏側はよりオレンジ味が強いかな。レンガっぽい色だね。うん、こんな感じになってますね。まさにマグマグの実を食べたラドンっていう感じですね。ファイヤーラドンよりもファイヤーラドンっていう感じ。ついでに背中も見ると結構細かい突起が激しいですね。なんかバーっと全体に広がってますね。それがこんな感じで、この辺も微妙にねオレンジ味があって、結構細かい彩色だと僕は思います。はい、こんな感じですね。かっけーなー。はい、ついでに尻尾も見ましょう。色はオレンジ味がかなり強いです。形はこう初代ラドンとかなり似てます。初代ラドンの尻尾をキュッと今風に細くした感じですね。剣のような形をしとるなそして羽の可動なんだけど、ここの肩の部分が一方向に可動します。こんな感じですね。うん、でね、体と水平がマックス開くっていう感じで、そこからこんな感じで90度折りたたむことができるという感じですね。まあ、90度というか、まあ85度ぐらいかな。向かって右側の関節が少し緩くて、重りで微妙にこうへなってなります。そしてこうやって回すこともできるね。お、できるね。あ、素晴らしい素晴らしい。角度つけることできるね。はい、こんな感じで、なんかあんまりなんか力ずくでやると折れそうなので怖いけど。そしてここですね。ここはこんな感じの可動になってます。スライドさせるっていう感じだね。ただこれ向かって右側のここがね、もうペラペラでね、もうめちゃくちゃ緩かったんです。もうプランプランで、今までの関節フィギュアの中で多分不良品に近いぐらいだったんですよね。なのでこちらのパーマネントマットマーニッシュを注入して少し固定しました。まあそうすると、まあ固定はしましたけど、ちょっと緩いね。あ、プランプランなっとるわ。ちょっとこれはね、さすがに緩すぎたので、こういうのってどこにね、バンダイみたいに交換してもらえるのかな。まあこんな感じで閉じたり開いたりと。あ、ちょっと。あー、もう、あー。ね。もうね、ひどいんですこれ。緩すぎるというか、もう取れてますねほぼ。まあこれはちょっとひどいんじゃないか。まあ関節の緩さには個体差があるかもしれないけど、十分遊べるレベルの可動域だと思います。じゃあ続いてこちらの台座を見ていきましょう。この台座がやっぱいいんだよね。まあモスラと同じくこれがね、ポコッと外せます。まあこちらは映画に出てきたモナークの第56全焼基地っていうのかな。まあ火山の先ですよね。ここからラドンがボコーンと覚醒して出てきます。その時の爆発を表しているのだと思います。まさに決定的瞬間をこうジオラマにしたっていう感じで、これめちゃくちゃかっこよくない？素晴らしいよね。うん、この爆撃の彩色が非常にいいですね。マグマ感が出てるし、モンスターとかだったらね、こういうのはクリアパーツになりがちなんだけど、そうではなくてしっかりと彩色されてますね。すごいね、キノコ雲のようなモコモコで非常にリアルです。でこれはポコンと取れます。取るとわかるんだけど、この辺はクリア素材になっていて非常にこう奥が深いね。作り込まれてるなぁ。あー、
すごいな。ちょっと荒いという印象を受けるかもしれないけど、爆発自体がまあ荒いもんだからね。で、この基地もしっかりね、作り込まれてんだよね、これ。モスラもそうだったけど、ジオラマの完成度は高いよね。こう考えるとゴジラにも何かしらのね、おまけがついてほしかった気がする。このね、火山の表面もね、非常にリアルなんだよね。この台座が非常に軽くて扱いやすいっていうところもいいですね。ちなみに裏側はこんな感じですね。ちなみにラドンとモスラの前哨基地のナンバーが61と56になってるんだけど、まあご存知の方も多いと思うんですけど、これは初代ラドンと初代モスラの公開年になってるんですよね。その辺のオマージュというか小ネタというか監督に愛を感じますね。何はともあれ台座が素晴らしい。ではそんなこんなでラドンの初代親分を召喚しましょう。ギドラ、いやーやばいな、この体格差。いや、こんな体格差あったっけな。いやー、これはやばいね、これ。見てください、これ。これもう向かっていっただけ、あっぱれだわ、ほんま、ラドン。で、これなんかね、キングギドラの翼をね、こんな感じで支えてやると、こんな感じで、ラドンを迎え撃つようなね、飛行形態を取ることができるんですよ。これすごくない？これ視聴者さんに教えてもらったんだけど、横から見るとこんな感じ。いや、これ考えた人マジすごい。ていうかこの体格差。これあかんやろ、これやったら。これボクシングでいうフライ級とヘビー級が戦う以上の階級差だよ、これ。で、これをね、こんな感じで向こうにやってやると、おー、これはやばいな。すごいかっこいいぞ。ちょっと興奮するわ。これすごいな、ほんま。このキングギドラのこのポージングがめっちゃかっこいいんだよね。うん、縦にして、これこれだよ、これ。うわ、ちょっとやばいな。これサムネにしようかな。それぐらいかっこいいぞ。いや、やばくないこれ。すっごいかっこいいんですけど、何ですかこれ。いや、ゴマスリクソバードとは言わせねえぜ。いやー、すごい、めちゃくちゃかっこいい。サムネの位置迷うな。これぐらいかな、サムネかな。対峙してる感が伝わるでしょうか。体のデカさがもう全然違うね。でもこんな感じで上から撮った方がいいのかな。あ、これでもいいね。わー、かっこいい。まあどこをサムネにするかほんと迷うね。ちょっと考えます。こんな感じかな。やっぱこう怪獣同士並べると入るね。で、話は最初に戻って、なぜこのかっこいいラドンがゴマスリクソバラと言われてるかというと、このキングギドラと戦って負けるんですよね。そしてキングギドラに服従してゴジラたちと戦うんだけど、いざゴジラがキングギドラを倒すと、今度はゴジラに服従するんですよね。その強いものにすぐすり寄っていく感じが、まあゴマスリクソバラと言われてるゆえんですね。まあ相性なんですよ、相性。僕はね、非常に生物らしいというか人間らしくて好きです。あとね、このゴマスリクソバードっていうのはね、獣フレンズ2っていうアニメから生まれた異名らしいんですけど、僕は全く詳しくないのでこの辺は割愛します。はい、というわけで今回は ネカのラドンをご紹介させていただきました。まあ今回のネコのラドン非常に出来は良かったです。台座とかはね、やっぱりクオリティ高いですね。ただ僕のは関節が本当にやばかったです。そして、まあ、ゴマスリクソバードと言われてますけど、今回のラドン、正直言ってめちゃくちゃかっこいいです。もう今までにないね、動き、トルネードとかね、うねったりとか、上にちょこんと上がったりとかね、非常に人間味があってというか、なんか、生物臭くて好きですね。で、見た目もめちゃくちゃかっこいいし。まあ、そのかっこよさが根底にあるから、ゴマスリクソバードっていうね、追い尻が成立するのかなと思います。きっとそうだ。まあ、これでね、種類は違えど、ゴジラキングオブモンスターズの可動式フィギュアが、揃いました。こう見ると圧巻ですね、ほんま。かっこいい。これをサムネにしてもいいぐらいだわ。まあしつこいようですけど、この映画は今回で終わりではなく、来年のゴジラ対キングコングで集結します。モスラは死んじゃいましたけど、まあラドンはね、まあゴジラの下僕として生き残ってますから、僕はね、意外とこのラドンがキーマンになってくるんじゃないかなと予想してます。まあそれ以外にもたくさんの怪獣が出るだろうし、マンモスっぽいやつとか楽しみです。はい、そんな感じで今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた、バイバイ。俺は将来、絶対ゴジラを抜く。ゴジラを超える怪獣になる。そうだ、タイムマシンで自分の未来を見に行こう。ここは2019年だな。ん？未来は変えられる。